侍ジャパンの守護神候補である広島・栗林良二選手と巨人・大勢選手の2人が揃ってブルペン入りしました。東京オリンピックでも守護神を務め金メダルに貢献した栗林選手は殿下の宝刀フォークやカットボールを試すなど37球実戦をイメージしたブルペンで1アウトでも多く取って次のピッチャーにつなげられたらいいと思う与えられた場所で 結果を出ししたたいと力強く語りました一方ルーキーイヤーで新人王に輝いた大勢選手は変化球を交え21球任されたポジションでしっかりやりたいと謙虚さを見せつつ本当にすごいピッチャーがいる自分はまだまだ2年目なので負けないように結果を出したいと意気込みました。